たのではないでしょうか。こんばんは。福フェスありがとうございました。え、あのマジでえ、みんな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 、そうだよ、みんなさ髪に全然気づかん、気づかんというか、なんかパッツンとかの何パッツンだみたいなリプとかあったけど、え、切りました、石田、石田髪切りましたよえ、びっくり、結構自分的にはめっちゃ変わったって思っとったんじゃけど、まあさライブ中はさそんな言えんやん。でも特典会とかも誰にも言われんくてでもなんかツイッター見よったらなんか数人の人はなんか似合ってたよみたいな感じで気づいてくれとる感じだったんですけど、マジでこれ私がもう坊主ぐらいにせんとみんな気づかんじゃん髪切れました。キラン、切ったんです。いつ切ったん、なんといつだと思いますみんな。最近私配信あんましてなかったよね。そう、なんと今日切りました。なんか今日10時半ぐらいに集合だったんですよ。でもいろいろなんか大きな荷物あったり送り迎えの関係とかで私結構早くから駅におって、で2時間ぐらい暇だったんですよ。何しよっかな、もうスタバとかおろっかなって思ってたんだけど、待って、美容院行けるじゃんと思って近くの美容院調べて、9時からやっとるところがあったけそこ予約して行ってきましたそう、な、おかゆさん、くまとはありがとう。くまとは、おかゆさんありがとう。おかゆ、書き込みありがとうございます。そう、切りました、イエーイ。10センチちょいぐらい切ったかな。でもその2、3週間前にもう10センチぐらい切ったんですよやけん1ヶ月前ぐらいから比べると20センチぐらい切りました。実は徐々に短くなっとるのに、みんな全然気づかんやん。待って、これはショックですよ。2、3週間前に切った10センチはあんま気づかれんじゃろうなと思っとったんだけど、今日は今日はわかるよ。よろしくお願いします。
今は巻いてるからもうちょい長い。そうですね。あ、でもそんな変わらんかも。これめっちゃさ、ゆるく巻いてるけんさ、そこまで変わらんけどって感じですね。なんで切ったん？なんか最近私すごいイメチェン欲イメチェン欲がほんまに強くて、多分それのきっかけがその黒く染めた時に、自分的にはあんまり元からさ黒く染めたのが抜けて茶色くなっとったけど、そんな変わらんやろなって思ってたんじゃけど、めっちゃ変わったんよ。うん、めっちゃ印象変わるやんと思って、でなんか楽しい楽しいってなってそれででパッツンにしてさ、でまた印象変わってうーってなって髪切りました。そう、切りたくなって、なんかイメチェンしたくなって。じゃけさ、ちょっと前にネイル行ったんやけど、それもなんか自分的にはさ一番見える部分やけんさ、爪が、手先がめっちゃルンルンって感じやし、松江くんも行ってもう超ナチュラルにしてもらったんですよ。なんか前回やった時にもうすんごいギャルになっちゃって、ですごい自分でもさ違和感だったけ、もう超ナチュラル。今はもうナチュラルすぎてちょっと物足りんくなっちゃって、マスカラあんまねつけん方がいいんやけど、松江くんの時マスカラ しちゃった今日イエーイ。そうなんです。どうぞよろしくお願いします。今日さほんまに楽しかった。瀬戸利発表しよう。めっちゃ長かったんよ今日、45分ぐらいあって。だって瀬戸利覚えてるかな、もうね覚えるの必死だったんですよ瀬戸利あ、雨とか涙とか一瞬のスリル、ヘタレ、 MC、 暗闇、ボクボク、メイビー、言い訳メイビー、 MC、 ペダル、なんだったっけ、あ、おもこい、あ、君好き、 MC で、あれよ、ガラス瓶、夢力、言えた。頭の中で思い出しながら言ったら言える。押しました。なんか福フェスって普段あんまりやらんような曲とかもポンポンって福ちゃんが入れてくれるけめっちゃ楽しいし、あのマジであのおもこい、いつもさ16人バージョンとかはするじゃないですか。でも6人バージョンもう本当にいつ以来じゃろうってぐらいもう超久々にやったんですよ。でおもこいの6人バージョンってほんまに16人と全然違うよね。なんかほんまに違うけさ、おもこいめっちゃ知っとる曲じゃし、ダンスも知っとるしいっぱいやっとるけど、6人バージョンほんまにあの初めてやる曲を振り入れするぐらいめっちゃ難しくてそう、風を待つとおもこい、その辻元さんのあの振り付けのやつは人数が変わるとめちゃくちゃ変わるもう勘弁してって感じなんですけど、なので久しぶりにおもこいの6人バージョンやって、もう初めてやるぐらいの感覚で今日ドキドキしてました。そう、無謀もね6人バージョンめっちゃ難しいんですよ。でも7人バージョンは
16人の構成とめっちゃ似とって簡単なんやけど、一人変わるだけでめっちゃ変わる。でも今日は達成感でいっぱいです。めっちゃ楽しかった。福フェス楽しい、いっぱいやってほしい。いっぱい出たいね。長かったよね、いつものフェスのプラス3分の2ぐらい。ベイビーと君好きめっちゃある。そうよね、なんかそうね、懐かしい気持ちになった。今日は一期5人とそらはちゃん、そらはちゃんもほぼ一期なので、そう、まえちゃんはさ、あれらしい、明日広島で写真集のイベント、広島だったっけ、があるけ、そう、始発で帰っても間に合わんけ参加できんかったらしい。悲しいので、今度は7人でやりたいですね。ほんまに安心感っていうか、うん、落ち着きました。やっぱり空気がなんか超ラフな。やっぱなんだかんだ同期とかそうの空気感すごい楽というか落ち着くなってめっちゃ思った。もう減らないでほしい。これ以上減らない。見てた安心感あった。ほんまに？そうだよね。はい。長い付き合いやからね。ほんまにね。長っ。長いですね。8年目。そう、おきちゃん来とった。みんな見ました？あのストーリー、ましちゃんが載しとった。今日はおきちゃんにボイトレをじきじきにしてもらいまして、今日は喉の調子が絶好調でした。嬉しかった、おきちゃんに久しぶりに会えて。なんでまたボイトレ、なんか今日はボクボクの披露があったけさ、みんなソロで歌うパートがあったけん、みんないつも以上にちょっと喉をやっていこうみたいななっとって、私も緊張しとったけん、みんなで初練習しようみたいになった時に、おきちゃんが私最近ボイトレ行ってますよって言って教えてくれました。笑っちゃってあんまり集中できんかったんやけど、楽しかった。めっちゃ私楽しそうだったと思う。
いつにも増して、いつもさめっちゃ楽しいけど、あとやっぱなんかそういう対バン系、これ対バンって言うのかな、フェスはなんかさらに気合が入ります。今日で好きになってもらえるように頑張るぞみたいな。いつもね、もちろん気合い入れてやってるんですけれども、髪切ったよ、もなんか昨日さすごい、私昨日めっちゃ久々に長風呂して、多分8時半ぐらいからお風呂入っとったんやけど、出たの1時半だったんですよ。やばくない？お母さんが3回ぐらい話しかけに来た。寝てない。自分でもなんでそんなに入ってたんやろって不思議なんやけど、そうでさ、そっから遠征の準備とかいろいろしよってさ、で今日も早起きやったけさ、何気に今日はショートスリーパーでした。指ふやけんかった、足はもうすんごいシュワッシュワになった、手も手つけとらんかったはずなのになんかちょっとシュワってしちゃった。過去最高増えた感じ。いやいや、でもそのキングダムにもう意味わかんないぐらいハマってた時はもうずっとお風呂でキングダム読んどったけ、その時も結構だったと思う。今日はありがとう、楽しかった、こちらこそ楽しかった、今日ほんまに。やっぱり石田ですな、急に睡魔か。ありがとうございました。
そうですよ、明日は花だれ2公演、そしてあさってはアットジャム、そしてしあさっては大阪で回ループと4日連続ライブや、久々に、え、そうよね、4日連続やん、嬉しい嬉しい楽しい大好き、今日は寝るぐらいお風呂入る、え、マジ寝落ちしそう寝落ちしそう、明日も朝早いので万が一寝落ちしてもいいように目覚ましかけとこうと思います。キューリックホールちょうちょ初めて、明日のとこよね、多分初めてだと思う。ね、明日アベマで配信ある、すごい、みんな見てね、今何時だ、ねむねむねんこ ありがとうございます。45分になったらお礼しようと思います。え、確かに何も考えとらんかった、配信あるってことは何か発表ある？確かに何も考えとらんかったけど、確かにありそう。ワクワク。アーニャワクワク。アーニャワクワク。久々にアーニャのお飲みでした気がする。全然似てない、似とる、ほんまに、今日楽しかったな、達成感めっちゃある、今日の福フェス、可愛い、眠たくなってきた映った
移動中寝てない。寝たけどマジ寒すぎて、新幹線上着さ持ってっとったんやけど、それでもめっちゃ寒くて。夏の新幹線恐るべし。うん、10月後の東京公演も出演で撮ったはい、よろしくお願いします。昼公演、ん？昼夜公演。よろしくお願いします。ではそろそろランキングを読もうと思います。20位良平さん、19位ポルダーアグリさん、18位宮川和幸さん、17位中安さん、16位世界家さん、15位ブルーさん、14位のりふみさん。13位ひろっちさん、12位世界の片隅のマットさん、11位玉三郎さん、10位、よしよしよしおさん、9位ヌルディンさん、8位つりけんさん、7位グリアンティーヌさん、ラッキーセブン、6位おっちゃんさん、5位ユリアピースさん、4位台湾のコウさん、3位東京のスワンさん、スイスイ。2位陽一さん、つつ。そしてそして第1位はぴゅーしゅん、岡谷さん、イエーイ、ありがとうございます。会社のきよみです、ありがとう。くまタワーもありがとうございました。福フェスもありがとう。ということで皆さん今日は来てくださってありがとうございました。じゃあスクショタイムをします。グッナーイ、さよなら、おやすみなさい。